皆さんこんばんは、銀次です。とっても目がかゆいです。最近なんかもうアレルギーのせいか、もう目がかゆくてかゆくて、目かきむしって今日も目赤いんですよね。今度健康診断行くから、BU39 っていうアレルギー検査、オプションでつけようと思ったんですよ。あれ、なんか健康診断のオプションでつけたら2万円かかるんですね。健康診断のオプションで2万円かかるってなんか高くないと思って、いくらなんでも。じゃあアレルギー検査ってそんな高かったっけと思って、でネットで普通に調べたらね、新宿とか池袋で普通に6000か7000円ぐらいでビュー39同じやつ受けれるから、それだったら別で行くわと思って、そんな19,800円とね、7000円くらいじゃえらい差があるから、健康診断のオプションにはしない方がいいと思って今度受けに行こうと思ってね。まあそんな話は置いといて、この間ですね、私2年ぶりにね、クニコに再会しましてクニコとか言われて誰って感じなんですけど、誰って感じでしょうけどね、ヌードデッサン仲間がいまして、でヌードデッサンって俺まあ1回しか行ったことないんですけど、参加費が確かね1000円くらいだったかな。まあまあ安いんですよ、参加費が。でモデルが全裸、モデルが全裸になって、まあそれをみんなでデッサンするっていう、もう2年前ですから、コロナなんか全然ないような時なんですけどね。でまあクニコとはそれ以前から知り合いではあったんですけど、で行ってそこで、まあ俺もまあまあ絵描くの得意な方だから、昔からだから、まあ好きっちゃ好きなんですよ、もともとデッサンとかそういうことが、写生とかね好きなんですけど、その時ね、昔話ですけど、クニコが描いた絵を見て、確かね俺すっごいこいつうめえなと思ったんですよ。これまだ若いんですけど、国子20代若くて、で描いてる絵を見た時にね、あうめえと思ったんですよ。で確かその時うまいと思ってた記憶も完全に忘れてて、2年ぶりに再会した時に、この間ついこの間ね、ドトールじゃないなんかベローチェ行って、中野のベローチェ行った時に、なんかいきなりね、その国子がコロナ禍で家にいて暇だから漫画描いたんですよって言って、だから持っててね、その漫画なんか落書き帳で見せてもらったらさ、めっちゃうまくて、その絵がびっくりして、でと思って、あ国子こんなに絵うまかったのかよと思って、で俺ですね、自分もほどほどに絵が描ける方だから、そんなに人の絵を見てすっごいうまいなみたいなことってあんまり思わないんですよ。特にその素人の人が描いたやつとか、素人の中ではうまいなくらいの絵だったら、あうまいねっていうくらいの感想しか出ないんですけど、結構衝撃受けるレベルでうまかったんです、それが。まあ今これからここの画面に出てるかもしれないですけど、めっちゃうまくて、でもうびっくりで、まあ俺は自分も絵が描ける方だから、で模写とかもまあまあできる方だから、本当に上手い人って見たらもう一発でわかるんですよ。だからどうしたと思って、どうした国行こうと思って、そんなに絵上手かったのかよと思って、言えよと早くと思ってね。で2年前に一緒にヌードデッサンとか行った時の絵よりもはるかに上手かったんですよ、今見たやつの絵は。で、まあ、ポイントとしては、まあ、下書きの線がものすごく少ない。で、これって上手い人に共通してるんですよ。下書きの線がもう極端に少ない。ほぼほぼ一発書きに近いぐらいの感じで書けてる。で、絵に立体感があるんですよ、ちゃんと。その奥行きを感じる絵っていうんですか。これがなかなか書けないんですね、普通の人って。まあ俺も書けないんですけど、どうしても平べったい絵になっちゃうんですよ、普通の人書くと。でも、クニコの絵にはちゃんとなんかこう奥行きを感じる。立体的に感じるんですよね、キャラ。その書いた絵が。まあ、それもすごかったでしょう。で、これも結構なポイントなんですけど、服のシワ。
服のシワが描くのが上手い人って大抵絵上手いんですよ、すごい。で、俺はそのパッて邦子の絵を見た時に、その服着てる絵見た時に、服のシワ上手っと思ったんですね、めちゃくちゃ服のシワ描くのめっちゃ上手いと思って、こいつ本物だぞと思って、上手さが。だから今その同人誌とかで、そのなんかね、まあ、あの同人誌を出してる人たちとかいるじゃないですか。その人たちとほぼほぼ近いレベルに上手いんですよ、売れてる人たち。で、じゃあクニコペン入れするのって聞いたら、ペン入れはしないって言ってて、もうあくまでも落書きレベルに抑えてるって言って、ペンタブとかも持ってるって言ってたんですけど、ペンタブもなんか使い方がいまいちわかんないから使ってないとか言ってて、でってこれほどの画力があって宝の持ち腐れじゃんと思ってね、すごい。で、俺覚えてる人は誰もいないと思うんですけど、2年くらい前にオリジナルのドラマ作りたいって言ってたんですよ、実写で。で、その時まあ出てくれるって言ってた人がキャンス、断ってやっぱりやめますって言って断って、そのドラマ作るってことは頓挫したことがあったんですね、一回。でね、その断ったうちの一人がめちゃくちゃすごい可愛い子だったんですよ。それが芸的に見てもすごい可愛いし、一般のまあストレートの人たちが見てもまあ可愛いなって思える、すごいちょうどいいところの、その両方の良さを持ってるすごい可愛い子だったから、もうこの子が出てくれるならできると思ったんですけど、断られてやっぱやめますとか言ってやっぱやめますとか言って断られたから頓挫しちゃったんですね。でもその時作ったストーリーは未だに残ってるんですよ、その脚本を書いたやつで。まあ、邦子と話してて、じゃあ邦子さ、俺ストーリー考えるからさ、邦子は漫画描いてよって言ったら、まあなんか、まあ微妙な反応だったけど、まあできますよくらいのなんか軽い感じだったんですよ、別に。で、俺だからね、ちょっとロマン感じたよねと思って。ね。で、俺がもうネーム書くから、漫画のネーム書くから、邦子がそれをさ、漫画、絵にして起こしてよって言ったら、ああネームあれば、まあ、書くの簡単ですみたいなこと言ってたから、マジかよと思って、いやー、俺ね、それもね、ちょっとしてほしかったんですよ。自分の考えたストーリーを漫画にしてほしいっていうの、ちょっと昔からあったんですよ、夢が。え、もしかしてその夢をこの邦子が叶えてくれるのと思ったけど、俺も邦子もまあまあメンタル弱い方だから多分なんか、まあ、メンタル弱いっていうのは、その忙しいと後回しにしちゃうとか、やりたいことを後回しにしたりとか、継続しない多分感じじゃないかなと思って。じゃなければねえ、邦子にしたってあれほどの画力がありながら、なんか何一つしてないなんて。で、初めて漫画描いたって言ってたんですよ、その時見せてもらった漫画がね、初めて描いたって言ってて。で、俺はその漫画に対して、こことここ足りないよねこの漫画にはとかって言って、編集者みたいにさ編集者みたいに言ったりして、だから結構いいストーリーだけど、口頭で説明受けないとそのストーリーがはっきり分かってこないから、だからここはこうした方がいいとか、ここはこうした方がいいっていう風にね、編集者みたいなアドバイスしたりしてだからね、だからもしかしたら、まあ原作銀次、作画邦子みたいなオリジナル漫画が誕生す、爆誕するかもしれないって考えたら、ちょっと夢あるなと思って。そんなブログ、B ログ、ナンバー01でした。しかし目かゆい、本当に目かゆくて、もう白目が真っ赤っかになってね、大変なんだろうな、花粉とか飛んでんじゃないかなと思ってて、12月後半ぐらいからずっと目かゆくてね、まあそんな感じです。あ、ちゃんと邦子の絵紹介できてるから、見てほしい。服のシワの切れ、本当にね、本当にうまい、びっくりした。俺でもここまで褒めないんですよ、普通人の絵のこと。もちろん素人、まあプロだったらね、もちろんうまい人いっぱいいるんだけど、ちゃんとその何ていうの、もう売ってる人、コミックとか同人誌を
しっかり売ってる人は上手い人いくらでもまあいると思うんですよね。俺あんまりそのゲイ漫画とか見ないからわかんないんですけど、たまにツイッターとかに流れてくるイラスト、ゲイイラストとか見てるとめちゃくちゃ上手い人いるから、上手い人はもちろん上手いんだけど、一般のレベルでここまで描ける人って俺なんか初めて会った気がすると思って、ロマンあるよね。ちなみにね、そのドラマ作ろうと思ってたドラマのタイトルは、それでも僕は君が好きだっていうタイトルなんですよ。それでも僕は君が好きだっていうちょっと短編で、まあ甘酸っぱい恋愛ものですね。断った2人は元気してんのかな、わかんないけど、いや俺がドラマ出てって言った時に断った2人、2人ともね最初は結構あやってみようかなっていう感じだったんですけど、2人とも断ったから後で。元気してんのかな。ツイッターのフォロワーが4000人くらいいたんですよ、2人とも。4000人、まあついどるやんと思って。まあまあついどるの2人やと思って。ねえ、残念だったけど、まあそれはそれでね、そのね、お蔵入りになったお話が、もしかしたら邦子の手によって、漫画になるかもしれないと思ったら、やっぱロマンあるよね。じゃあ、それじゃあ。次の Vlog っていうか、ただのおしゃべり動画、お楽しみに。じゃあね。